はい、おはようございます。はい、本日は、パチカボーイズさんに体験で来ました。体験するんですか？そうですね、公式野球なんかもう体験レベルなんで。なるほど。はい、ちょっとまあ今後野球やっていく中で公式っていうのは、まあ、今までここでしかやってこなかったんで。今立川ボーイズさんが、はい、あの新入団選手を募集っていうことで、はい、そうですね、体験会をやってるんですよね。はい、でもう第1回第2回やってて、はい、第3回第4回を1月にやる予定、はい、で特別にこう体験、体験にさせてくれると、OK、ということだったので、立川ボーイズさんね、なんかね少人数制にしてるらしいんですよ ね、 そうですね。新1年生だいたいね15人ぐらい募集してるそうで、はい、結構前ですけど、はい、ボナールとベイちゃんと取材行ったんですけど、はい、だいぶ反響が良かったそうで、はい、だから良平が今度は良平の力で反響良くする、まあそうですね、元気よく、はい、楽しく元気よくやってきてと思います。まあ普段野球は楽しんでやってるので、そこでまあその楽しい姿を皆さんに見せれたらなと思います。はい、お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。翔平 TV の新しく、加入させてもらった良平と申します。本日は、よろしくお願いします。で、一応今日なんですけれども、なんか体験をやってるって、まあ、今日体験日じゃないんですけども体験をやってるということで、僕はあんまり公式野球経験して高校でしか経験してこなかったので、まあ、その体験生というような形で少し、参加させていただければなと思います。本日は一日よろしくお願いします。いけない、よしよしレッツゴー、行こう、行け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 、ねえねえストップ。うっちゃストップ。ねえねえストップ。ねえねえストップ。アニガイ。はい。この時期はどういう練習を主に？もう基礎体力。基礎の技術を中心に、まあ、来春もう3月の頭に大会が始まりますので、はい、まあ、2月前半ぐらいまではもう基礎体力強化技術つまらないとは思うんですけど、まあ、そこが一番やっぱり大事で、そうですね、こんな、まあ、守備走塁バッティングそういうところを意識しながら自分に厳しく、ね、厳しく、はい、よし、アイゴー。どうですか？楽しいです。まだ、まあ、楽しいですか？声出してます？いや、声かけようわかんないですね。どしどしどし、大きい大きい。うめぇ、おい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 
いやゆっくりアップできていいっす。時間つけられるんで、yeah. かなり行き上がってます。じゃあ走りましょう。おい、はい、それはい、よっしゃ、いそう、おい、はい、それそれ、よっしゃ、よっしゃ、久しぶりだね。じゃあしっかりしっかり。ここに窓を、はい、窓をこう両手で拭くような感じで肩甲骨をこう動かしながら。よし。よし。よし。これもなんとなくやってるやつも、はい、いっぱいいるんだけど、すごくやっぱり肩の肩甲骨の可動域を意識しながら、はい、結構後ろまで下がってるイメージあるんで、はい、よっ、はい、よっ、バッティング好きになって大丈夫。帰れ。上辺前で前で。ルヘツーク、ルヘツーク、ツーク、ルヘツーク、いいね、ツーク、いいとこ見して、ちょっと本気で本気で、ちょっと本気で、ちょっと本気でって本気で、すごい、おいいね、両兵公式向きか、おおいいな、しっかり、よし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 、よ
お疲れ様でした。はい、本日一日体験させてもらいました。はい、どうでしたか。いやーもう手の握力がなくなるぐらいバット振りました、ね、やばかったね。ちょっとあの動画ね、すっごい一日やったんで、はい、だいぶカットされて多分出てると思うんですけど、あれの多分10倍以上は練習して、地道な練習がどん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 やっていくような感じで、まあただ基礎練習っていう点で冬トレにはかなり持ってこいの練習をたくさんやらせてもらいました。いや本当明日が怖いね。そうですね。でなおかつ、はい、見えるかな。まずここに1箇所、2、3で豆が、ね、でもやっぱりバッティング練習がすごい多いチームなんで、立川ボーイズさんは、うん、そこはあの本当にいいかなと思います。本当に、まあ、たくさん、まあ、野球の醍醐味であるバッティング、っていうのをやりたい選手はいいのかなと。ぜひ興味があれば1月に体験会ありますので、まあ、こちらですかね、ここに多分書いてあると思うんで見てもらって、日程があるので、はい、でリンクとか、メールの方は、下の方に貼らせてもらいますので、こっちから連絡して、あ、翔平 TV を見たんですけど、あの体験させていただきたいですと連絡もらえればいいと思いますので、ぜひとも、参加してみてください。お願いします。はい、それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.